おはようございます。ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトバージョン 1.19.1 のアップデートについて紹介いたします。ついにバージョン 1.19.1 の正式リリースが来ました。本当なら6月下旬にリリース予定でしたが、プレイヤーの通報などの強化により1ヶ月ほど延期したようです。大事なところはしっかりやっておかないとね。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはアレイが踊ります。ジュークボックスの近くにアレイがいると、このようにくるりと回って踊ります。とても可愛いアレイですね。そして踊っている間にアレイにアメジストのかけらを渡すと、アレイが複製します。なんとアレイが分裂します。アレイの増殖方法が登場しました。ただアレイの複製後5分間のクールダウンがありますので、またすぐに複製はできないようです。そんなことできたら大量発生ですからね。続いてスカルクカタリストに関する変更で、採掘した時の経験値の量が20から5へと減少しました。ウォーデンからカタリストが出て、一応無限資源ではあるので、それも含めると20は多かったんでしょうね。そして統合版ではまだ正式に来ていないので、 Java 版は一足先にカタリスト修正が入りました。アレイは先越されましたが。そして新たなチャットシステムが追加しました。まずチャット設定にチャットのプレビューの項目でオフ、入力時、送信時の項目があり、これを入力時や送信時に変えると、このように左側に色付きのインジケーターが追加され、そしてチャットを開いている時のみアイコンが表示されます。色付きのインジケーターは水色が安全なチャットという意味になり、淡い黄色が保留中、チェック中という感じかと思います。そして灰色はシステムチャットでコマンドなどの時に使われます。他にもチャットのスクロールバーがチャットウィンドウの右側に移動し、送信時はエンターキーを一度押すと上のチャット枠でチェックされ、もう一度押すことで発言します。チャットに関する内容がいろいろと変わってますね。続いてソーシャルインタラクション画面に関する追加で、暴言や誹謗中傷なメッセージを送信したプレイヤーに対して通報できるようになりました。通報のカテゴリーは子供に対する虐待や猥褻な言動、名誉毀損やなりすまし、虚偽の情報、薬物やアルコール、ハラスメントやいじめ、人種差別などのヘイトスピーチ、自傷行為や自殺、他人を傷つける脅威、合意のない親密な画像について話すなどの行為、テロ行為や暴力的な過激主義行為といった危険な会話をしている人がいれば通報しましょう。そしてモデレーターの通報後に報告されたプレイヤーは、オンラインプレイやレルムを禁止できるようになりました。オンラインプレイを禁止されたプレイヤーはこのような画面が表示され、禁止理由と期間は通知されます。こちらはマインクラフトのコミュニティの基準に違反しており、永久にオンラインプレイができなくなるという意味になります。こうならないように気をつけましょう。続いてカスタムサーバーに関する内容で、新しいネットワークパケットを介して通常のチャットに独自の自動保管オプションを設定でき、新しいネットワークパケットを介して表示からプレイヤーのチャットメッセージを非表示にすることができます。これによりチャットログからプレイヤーのチャットメッセージは削除されません。後で何と言ってたか確認できますね。そしてサーバープロパティーズの変更で、エンフォースセキュアプロファイル専用サーバーのデフォルトは True になりました。そしてスプラッシュテキストに、テクノブレードネバーダイズ、テクノブレードは決して死なないというテキストが追加されました。テクノブレードさん、今までありがとうございました。あなたのことは決して忘れません。最後にバグ修正に関する内容も少しだけ紹介いたします。まず行商人のラマがターゲットから倒れても必要に唾をかけてくることがなくなるように修正され、ニートの村人が職に就くことができる問題も修正されました。せっかく働く気になったのにもったいないですね。働いたら負けなんてダメですよ。 Linux でプレイしているプレイヤーがリンクを開くときにゲームがクラッシュする問題が修正され、暗闇状態で暗視をすると空が一瞬見えるバグが修正され、モブの妨害がフォルスの場合に
アレイがアイテムを無視せず拾ってしまう問題が修正され、フォルスの場合はアレイがアイテムを無視するようになりました。アイテムを拾うようにするにはモブの妨害をトゥルーにしてください。他にもカエルが流れる水の上に卵を見つける問題の修正や、浸水したブロックに卵を産まなかった問題の修正、ドロップしたアイテムがスニークをした状態ではスカルクセンサーに反応しなかった問題の修正に、羊毛のアイテムドロップがスカルクセンサーに反応していた問題の修正など、他にもたくさんの修正がありました。自分なりに重要な問題の修正を紹介しました。以上、Java 版マインクラフトバージョン 1.19.1 のマイナーアップデートについて紹介しました。アレイダンスが統合版より約1月くらい遅れてしまい、スカルクカタリストの経験値量は統合版より早く来てしまいました。しかしプレイヤーの通報に関する強化が行われて、 Java 版もやっと通報ができるようになりましたね。アカウントが統一されできるようになったんでしょうね。それでは良い一日を。